復習ですこのカメラはあのカメラより高い。これを英語にしてみてください。考えられたかな一緒に書いていきましょう。まずこのカメラはだから This camera is あのカメラより高い。more expensive あのカメラよりだから Than that camera じゃなくて one 使うか。Than that one これで完成。 This camera is more expensive than that is expensive camera more one. このカメラはあのカメラより高いという文が書けました。ここまで OK かな。じゃあ今度こんな文書いてみましょう。このカメラはあのカメラより高くない。これどうしたらいいかな ?1 つのアイデアは高くないをより安いに書き換えてあげちゃう。そうすると、チープを使って比較級で書いてあげることができるね。This camera is cheaper. than t こういう風に書いてあげることができます。このカメラはあのカメラより安いですという意味です。ただ、このチープって実は結構安物っていうイメージがあります。安価っていうイメージね。なんだけどカメラってそもそもが結構高いじゃん。なのでチープっていう単語がちょっと合わないというかそぐわないんだね。そういう時ってあまりチープ使いたくありませんとかね他にもね 誰かのカメラの話しててねちょっと安物をチープって使っちゃうとちょっと相手に失礼みたいな時にねこのチープは使いたくないなでも高くはないって言いたいなみたいな時ねどうしたらいいでしょう一つはあずあずの否定形 not あずあずを使ってあげてあのカメラと同じくらい高くはないとそういうふうに言ってあげることはできそうだねちょっとこのチープの文を書き換えちゃいたいと思います This camera is not と as expensive as expensive t こういうふうに言ってあげたらチープを使わずにこのカメラはあのカメラより高くはないという表現が書けそうです実際会話とかだとね結構この表現よく使われますなんだけど実はもう一つ言い方があるので今回それも紹介しておきたいと思います意味としてはこのカメラはあのカメラより高くないという意味です 一番最初に使った This camera is more expensive than that one の形を基本にしていきます。This camera is で、more にしちゃうとより高いだよね。ここで more じゃなくて less を使ってあげるんです less expensive than that one と。これでこのカメラはあのカメラより高くないというふうな意味を作ることができるんです。 さっきは more を使ってあげてこの expensive が more expensive だよって言ってたんでねより高いよって言ってあげましただけど less を使うと expensive じゃないよと反対の意味合いで比較していることになるんです This camera is less expensive これでより値段が低いよっていうのを言ってあげることができます Than that one とあれよりもという意味だね ちょっとこの上の「あず」の方を消してあげちゃいましょうちょっととね一回隠しときます。こういうふうに「レス」を使ってあげることでこういう風に「比較」ってね「more」を使ってあげるとこの「expensive」がより強まる方向にね「高い」がより高いという意味に比較していくんだけど「レス」を使うとこれがより弱まる方向だから「高い」っていうのがどんどん「高くない」っていう方向にね比較してあげるっていうことができるんです。 これね表現としては実はさっきの「not as as」の方がよく使われるんだけどレッスンもね結構会話で出てきたりするのでこの形も紹介しておきました大丈夫かなじゃあ今回は「more」の反対形だったんだけど「most」の反対形っていうのもあるのでこれも紹介しておきたいと思いますまずは普通の最上級からねあのカメラがここで一番高いとまあ値段がね高いという意味ですこれを英語にしてみましょう that camera, あのカメラ is 一番高いだから the most expensive 最後ここでだから here これで完成です That camera is the most expensive here これであのカメラがここで一番高いという意味の文ができましたじゃあ今度はこんな文このカメラがここで一番高くない、まあ、一番安いなんだけど チープいいいう単語を使いたくない時、ね、この時どうしてあげればいいかというとさっきとほとんど形一緒です。that camera is the most じゃなくて今度は least を使ってあげます。least expensive here これでこのカメラがここで一番高くないという意味になるんです。 最上級の most を使うとその次の単語今回だったエクスペンシブを最大限まで強めてあげる効果がありますなので一番高いになりますだけど今回2つ目の文ではリ e a s t を使ってあげましたこれ最大限までこの単語の意味を弱めてあげる今回であれば expensive を弱めてあげるので一番高くないつまり一番安いんだね っていう意味になります。That camera is the least expensive here. こういう風に言ってあげることができるんです。このカメラ、どれも全部高いんだけど、高いは高いんだけど、このカメラが一番安いよみたいな時に、The least expensive って言ってあげることができるんです。こういう風に、more とは逆方向に力を弱めていく方向に比較する less。それから、 モースとと反対に最大限まで力を弱めてあげるリースとこれらを使った表現というのも紹介しておきました。これらも会話とか文の中でたまに出てくるのでしっかり頭に入れておきましょう。